Hatchlock versus Ever 3.見てろよ、涼介。このバトルはお前に投げつける俺からの挑戦状でもあるんだぜ。追い詰められてる。ハンターに狙われた獲物みたいだ。すごいぜ、あの八六。伸びた茂みに埋まってるガードレールギリギリを通した。遊びは終わりにするか。この辺で仕留めさせてもらうぜ。俺のカウンターアタックからは逃げられんぜ。大外からかぶせて突っ込んでくる。八六がやられる。まだ負けねえ。離れない。一定の感覚でついてきてる。驚いたぜ。抜かれてからペースを上げてきてやる。大したもんだぜ。あんな非力なポンコツでエボと86の立ち上がり加速の差を考えれば、やつは俺より速いスピードで曲がっている。目いっぱいコーナーで詰めたつもりでも、ほんのちょっとの全開区間で苦もなく取り返されちまう。これがパワーの差か。頃合いだぜ。次のコーナーを立ち上がってエンジン全開。俺自身もここからが全開ドライブだ。一瞬で終わるぜ。走りに